おはようございます。東大TVの動画を見ていただきましてありがとうございます。2018年11月6日火曜日の朝でございます。ということで今日もこのように車に乗りながら動画を撮っております。またこの車で動画を撮るときというのはやっぱり最近動画を出してないなと自分でも思っているときによく車で動画を撮ることが多いわけでございますけども、とは言ってもですね、車で撮った動画の大体10分の9、まあ、10分の9まではいかないか、5分の4ぐらいかな、5分の4ぐらいが撮ってるにもかかわらず削除といいますかですね、この YouTube 上にはアップしていないことが多いわけであります。というのもですね、あまりにもどうでもいいことをベタベタと喋ってしまっておりますので、今日もこうして動画を撮っていてもそれをアップすることができないということになるかもしれませんが、こうして動画を撮っております。だからね、最初からベラベラどうでもいいこと喋るんじゃなくて、ある程度内容を考えてから喋れば、そのせっかく撮った動画、まあ、せっかく撮ったって言っても車で運転してる時にですね、ただ撮ってるだけなんで、これをせっかく撮ったと言うかどうかっていうのはまた微妙な問題はあるとは思うんですが、撮った動画をボツにしなくて済むんじゃないかなというふうに思ってるわけでございますが、こうして撮っております。また最近動画アップしてませんでですね、1週間ぐらいが経ちましたということなわけです。それなんでこうして動画を撮ってるわけですね。では動画を撮ってないとアップする動画がないのかというと、そうではないわけです。過去に撮った動画がたくさんありますので、それを編集してアップすればいいんですけども、なかなかアップしないと。というのもですね、やっぱり動画っていうのはこう撮ったばかりの動画の方が編集しやすいわけです。自分もその時の状況を鮮明に覚えてますから。だけど過去の動画だとなんとなくしか覚えてなかったりするんで、なかなか編集しないのと、もう一つは旅行の時だとカメラを何個か使って動画撮っちゃってますんで、そうするとなかなかどの順番かなとかが分かんなくなってしまうんで、動画を編集しようと思ってもそれがちょっと面倒くさくなっちゃうかなという感じがあって、なかなか編集してないっていうのがこの言い訳にはなりますが、実際のところでございます。まあじゃあこうして動画を撮ってて、こうなかなか最近は動画を撮ってないんだっていうことは分かりましたと。じゃあこうして車の中で動画を撮ってます。それでは今日は何の話について喋るんだということなわけでございますが、それについてはやっぱりね、あんまり薄くしか考えてないんだけど、やっぱ薄くでも考えておかないと本当にまるっきち話にならないんで、喋っていきたいと思うわけでございますが、内容としましてはですね、11月に入ったわけですけども、10月にお酒をちょっとやめようと思ったというか、まあお酒をやめたわけですね。と言っても全く飲まないわけじゃなくて、人と会った時とかは普通に飲んでますし、その時は別に量を少なくしようとかじゃなくて控え、普通に飲んでますんで、まあ飲んではいると。で、大体ね、10月は18日間お酒を飲まなかったわけです。それは連続でとかじゃなくて、31日までありますので13日間はどっかでお酒を飲んだわけですけども、他の18日間は飲まなかったということなんです。でね、インスタとかフェイスブック、 SNS、 まあフェイスブックは私の個人名でやってますんで、唐辛子 TV ってわけじゃないんですけど、そこにアップするとなんか具合とか悪いんですかとか、なんかお酒でね、なんか失敗というか悪いことをしてしまったんですかとかよく聞かれるんだけど、決してそういうことじゃないんだよね。で、アルコール系の疾患があるわけではない。まあこれは別にね、言い訳がしたくてさ、言い訳で肝臓が悪いわけでもないし、言い訳が言いたくてそういうことを言ってるわけじゃなくて、本当にね、なんかね、自分でもびっくりするほどパッと飲まない日は飲まないで入れたというか、まずね、やっぱり皆さん忙しい方多いと思うんで、忙しい方っていうのは基本的にあんまり飲まないですよね。飲んだとしてもそんなにね、量を摂取しないんじゃないかなということに気がついたわけですよ。私もですね、結構夜は時間がある日が多かったんです。で、そうすると結構一人でも家でも飲んじゃうし、外に一人で飲みに行くのも結構好きなんで、そういう感じで飲んでたわけですけども、ちょっとね、飲みに行く時間がなかったっていうか、時間がないわけじゃないんだよね。飲んじゃうと、もうその飲み終わった後何もできないじゃないですか。もちろん運転とかそういうのは絶対ダメですよ。それはもう犯罪行為ですからダメですけど、頭が動いてないと自分でちょっとやんなきゃいけないこととかも家帰ってからできないから、そう考えたら飲まないのが一番手っ取り早いなと思って飲まなかったらですね、結構夜遅くまでバーッとできちゃうわけですよ。まあそれがいいかどうかは分かんないけど、でも結構いいかどうか分かんないです。それいいかどうか、飲まない人からすればそれはね、お酒を毎日飲むのは良くないっていう人もいるし、かといって、飲む人からしたら、飲む人が全員がね、お酒をやめたがってるかっていうと、そんなことは決してないと思うんです。お酒を飲むのがいい感じにこう気分転換にもなって、また明日も頑張ろうと、またそして一日のけじめにもなるという人もいると思いますし、飲まないことが
いいことでもないと思ってるし、飲む人みんながお酒をやめたがってると、そういうわけでもないわけですよ。ただ私の場合はちょっとこの10月はいろいろやることがあって飲まなかったんです。ただ飲ま、やることが終わってからね、家でやることが終わってもビール1回だけビシッてあげて飲んで、その感じでってことが今までだったんだけど、それもやめたわけ。もう寝ないで、いいやと、あ、寝ないでいいやじゃん、逆で飲まないでいいやと思ったわけですよ。そうしたらね、意外と飲まないのが普通になってきて、で飲まない日が3日とか続くと結構お腹が減るわけですよ。というのはお酒を飲んでるとカロリーがっていうか、お酒のカロリーはもちろんそうかもしれないけど、結構バク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 いろんなもの食っちゃうんで、そうするとねお腹が減るわけですよ、飲んでない日の翌日とかは。でね、最初はね、俺そんなにねお腹減るのかなと、なんか飲まないことによるそのなんていうな、変な意味でのその反動みたいなのがね、お腹が空き具合に来ちゃってるのかなと思ったんだけど、そうじゃないね。よく考えたらすっげえ食ってるのが全くっていうか、普通の1人前ぐらいしか食わなくなっちゃってるわけだから、それ腹減るよなと思って、まあまあ結構多くですねご飯とかを食べるようになったわけで、それで気がついたのはね、ご飯を大盛りのご飯とかを食べれる喜びとかも久々に思い出しまして、まあ、学生時代はですね本当に お昼にセブンイレブンのお弁当3つぐらい食べてたりとか、あと必ず大盛りができるお店行ってたり、特盛りができるお店行ってたり、でファミレスなんか行ったらそんないっぱい食べちゃったら高いですから、そう考えると、まあ、ご飯は、お米だけでも自分で温めて家で食べてたとかっていう感じなんだけど、私部活をやめてっていうか、大学4年生の時に終わったその翌日からダイエット始めましたんで、でダイエットでだいたい40キロぐらい一番痩せた時で痩せまして、まあ、今はねちょっと太ってきたからあれなんだけど、40キロぐらいはだいたい、まあそうだな、だからそんなに極端にもう 1,2 ヶ月とかじゃなくて、もう1年半ぐらいかけて痩せましたんで、そうするともう本当学生以来ぐらいなんだよ、大盛りを食べたっていうのが、このね久々に大盛りのものを食べれる喜び、これを思い出しましてですね、あ、これもいいなと思って、最近は夜になると今日はお酒を飲もうかなと。でもね最近ね本当にね、もう最初 2,3 日パッとやめたら、それから 2,3 日やめて、じゃあ誰かと飲みに行くことがあったかって言ったら、それあったわけです。あった時はもう普通に飲むから、その時はお酒を控えめにしようとかっていう風にはしないんで、まあバーッと飲むんですけど、また翌日から飲んじゃうかって言ったら、そうじゃなくてね、もう意外にね全然やめれたというか、やめれたというよりも、今日はお酒を飲むか、それよりもご飯をいっぱい食べるか、飲んでない時だって、飲んでる時はもうめちゃくちゃ食っちゃってるんだけど、それは記憶にはあるんだけど、その味わってないじゃないですか、意識してなくて食っちゃってるから。でお酒も高いお酒を飲んでるというよりは、もう安いのガブガブ飲んじゃってるから、それじゃまずいなと思って、まずいなっていうか、それよりは美味しいものをいっぱい食べれるこの喜びを得た方がいいのかなと、そのどっちがいいかなと思ったら、お腹がねもう本当に意識的に満腹にできるこの喜びを思い出しまして、それでなんかその喜びでなんかお酒をね少なくしたかなって感じなんですよね。でもやっぱりこう一人飲みが結構好きなんで、人で飲みを最近しないものですから、おとといの土曜日ですね、久しぶりに一人で居酒屋行きまして飲んできました。居酒屋ってあってチェーン店のとこ行ったらね、さすがに一人で入りづらいんで、そういうところではなくて、まあ、よく行くお店に行ってですね飲んできたということなわけです。やっぱり一人で飲むのはいろんな考え事をしながらだとか、そういう感じでいい時間です。はい。でまあ、昨日飲まず、一昨日も飲まずという感じで続いているわけで、そうすると朝もいっぱい食べたくなってしまうということで、この動画を先にするか、それとも、今日の朝ごはんを先に出すか分かりませんけども、いっぱい食べてきたということでございます。いやー美味しかった本当。まあまあそんな感じですね、もうだいぶ喋ったんで、もうこの辺でいいんじゃないかという話になるんですけども、今なんでこうしてベラベラして喋りたいということは、喋りたいことをですね少しは考えてこうして運転してるわけです。でそのことをね、なんかメモってでもカンペでもね、どっか書いときゃいいんだけど、カンペも書かず頭の中でこのことを喋ろうと思っていながらこう話しちゃってるもんだから、今ね何を喋ろうとしてるかっていうのを思い出してるとこなんですよね。よくあるじゃないですか、例えば乾杯の挨拶してくださいって言われた時、乾杯の挨拶するのはいいんだけど、それでこうある程度こう、まあ、なんか適当な乾杯の挨拶だったら別に乾杯って言っていいかもしれないけど、ちゃんと式典の時の乾杯の挨拶とかだったら、なんか喋ることを
考えてますよね。でこのベラベラなんか読むだけでもいいけども、それより無調、私の場合は暗記して、暗記というかこう頭の中で整理して喋ろうと思う方なんで、そうすると何かをこう並べてるうちに1個のね、ものを忘れると、話がつながってないものであればいいんだけど、つながってるものであればその話がなくなるとつながらなくなるから、あれちょっとおかしいなというふうにあるんだけど、そうじゃなくて、何かの例えば式典とかで、まあ、お疲れ様会的な式典だったら、まあ、当然その人たちをお疲れ様でしたっていう方たちに対して褒めますよね、まあ、褒めますよねっていうか、いいこと言わないといけないと思うんで、いいことを何個か思いついているんだけど、このことを話そうと思ってはいるんだけど、別にカンペを見てるわけでも何でもないから、それを思わない、思い出せないまま喋ってしまうと、まあそういうことなわけが、そういう状況があるわけですよ。まあそれと同じ状態で、なんか今アルコールをやめたことによって起きた現象とかを、現象というか症状とかをね、喋りたいなと思って、やめたったってさ、13日飲んでるから、それは全く飲まない人からしたら飲みすぎだよとかさ、本当にたまにしか飲まない人からしたら飲みすぎだよって言われちゃうし、13日じゃあ逆に飲む暇があったんでしょってことじゃん。じゃあ全然あなた忙しくないよねっていう風に言われちゃうかもしれないけど、私の中では本当に忙しくてもなんでも毎日飲んでたし、ビール1缶だけでも飲んでたから、それをやめたから、先月は、まあ、頑張ったわけじゃないな、頑張ってはいないけど、結構簡単にやめれましたという感じで、今月ももう6日ですけど、まだ2日ぐらいか飲んだ、まあ、6日だって今日が6日ってことは、まだ6日の夜は来てないからね。そうすると6日の夜が来てないってことはさ、まだ4日だ、4日で2日も飲んだか俺、あ違う5日でしょ、5日だ、2日ぐらい飲んだか、まあそんな感じだなという感じなんで、もう話は何を喋るか思い出せないから話はやめようと思う。これで動画終わらせたいと思うんだけど、じゃあアルコールをやめたことについてもう一回なんか話題にするときあるかって言うと、それないと思うんだよ。だからあるこの機会に喋っておきたいっていうのがあるんだけど、それをね、思い出せないまま終わるということでございます。じゃあこれにてベラベラ話を長く喋りましたんで終わりたいと思います。はい、朝から必死でテンションを上げて喋ったわけでございます。それは何でかというと、久々にドライブ動画、久々でもないんだけど、ドライブ動画結構撮ってんだけど、そのドライブ動画があんまりローテンション、低いテンションで喋ってると全然話にならないし、話にならないって YouTube で動画にできるほどの状況にならないし、今回はこれだったらできるかなと思いまして、この辺で、動画終わらせて、こういうのができるかなというぐらいのテンションで喋ってるから、わけのわかんないテンションになってしまったのですが、朝から喋っているという状況でございます。それではこれで動画を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。グッドポーズ、すいません、再び失礼いたします。お酒をやめたといっても、思いっきり意識的にやめてるわけではないんで、特にリアルな友達の方とかですね、知り合いの方、これまで通り誘っていけたら、いただけたら、喜んで飲みに行きますし、また私からも誘わせていただきたいと思いますので、本当にこう体の調子が悪くてやめてるとか、アルコールによって何 か起こしてしまったとかっていうわけではなくて、なんとなくやめてるだけですので、ぜひ誘っていただけたらですね、いつでも今まで通り飲みますんで、その辺はお気遣いいただかなくて結構でございます。というよりもむしろぜひ誘っていただきたいと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。いやー、なんだか今日は信号いっぱいあるねって言っても、まあこの動画を撮りながら喋ってる時は信号いっぱいあった方がいいことはいいんだけどね、パーッと場所についちゃうとね、あもうついちゃったのみたいになっちゃう時はもう全然喋ってねえよみたいな時あるから、まあ今日はこれで良かったんじゃないでしょうか。はい、はい、そして再び失礼いたします。まあ再び失礼します、何回再び失礼してるのかわかんないけど、まあ、編集上これが何回になってるのか、今のが2回目なのか、これが3回目の再び失礼しますなのか、もしくは4回目の失礼しますなのか分かりませんけども、まあ、再び失礼しますということでですね、今日の話はお酒を毎日飲まない、お酒っていうと本当アルコール疾患のある依存系の方みたいになっちゃってるかもしれないけど、まあ、少なくても毎日飲むってことはね、多少のそういう風に毎日飲みたいなという気持ちがあるわけですから、それを依存症っていうのは、表現の仕方として間違っていないっていうのは確かに間違っていないのかもしれません。で、まあ、そのことが言いたいわけじゃなくて、早く話進めろってね、これで再び失礼しまして、もうその再び失礼しますの話だけでもうこう1分近く喋っちゃってるわけだから、これじゃもう話がただただ動画が長くなっちゃうっていうだけなんだけど、ですね、今日の話は
この飲まない人からすると全然気持ちが分かっていただけない話でつまんなかったかもしれませんけども、まあ、それはそれでですね、何とぞお手柔らかにお願いしたいと思います。まあ、つまんなくてもチャンネル登録、解除ボタン押さずにですね、迷った時は一応このまんまでいいかなというふうに思っていただいて、まだチャンネル登録していただいてない方はぜひともチャンネル登録をお願いしたいと思います。それからインスタグラムなどもやっておりますので、ぜひインスタグラムのフォローもしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。